伊勢丹淡々とラジオ始まります。三越伊勢丹の林です。三越伊勢丹の矢部です。この番組は伊勢丹新宿店のちょっとした情報をゆるいトークでお届けしています。はい、今回もスタジオの収録でございますが、素敵なゲストをお呼びしております。はい、今週は伊勢丹 YouTube 三兄弟というテーマで、社内で同じ志を持つ YouTube 担当の方にお越しいただいています。今回のゲストはリスタイル東京 by 伊勢丹三越の奥谷さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、奥谷さん、今日はようこそいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。楽しみにやっておりましたよ。はい、ありがとうございます。お呼びいただいて僕も楽しみにしておりました。はい、ではリスナーの皆様に、奥谷さんがどういう人なのか簡単で結構なので自己紹介をお願いいたします。はい、私今入社2年目で、リスタイル紹介でもしてくださったんですけども、はい、リスタイル東京という編集ショップの、担当をしていまして、その中でもインスタグラムと YouTube の SNS の担当をしています。で、YouTube も運営しているということで、今回 YouTube 三兄弟ということで、はい、こちらのラジオに呼んでいただきました。ありがとうございます。あ、いえいえ、もうお待ちしてましたけど、ちょっと今びっくりしましたけど、2年目っておっしゃってましたね。お若い。2年目ですか？会社入って2年目ですか？はい、リストについて2年目？いや、20年度のもう本当に三越伊勢丹に入ったのが2年目で、社会人歴もう2年目です。あら、もうちょっと辺りを見回してしまう。実はうちの息子より若いんだ。すごい年バレちゃいますね、林さん。もうバレてるか。うちの親が57とかですか、ね。あら、同級生。すごい、ちょっと今日は息子はゲストに来てる感じですよ。いやー、これはびっくりです。ねえ、まあでもそんな奥谷さん、今日じゃあね、お父さんと思って、そうですね、心気なく喋っていただきたいと思いますけど、ありがとうございます。はい、あれでも奥谷さん、お若いだけあって、やっぱりズボンの丈がちょっと短くない？ズボン、まあパンツですね。パンツ、あ、パンツっていうんだ、ね、パンツっていうんだ。あんまりズボンっては、僕たち世代、今言わない、世代あんまり言わないんですけど。今言わない？そうなんですよ。あ、そうなんだ。ちなみにこのパンツを履いた時に、うん、僕の親にもやはりちょっとサイズ違うんじゃないかと、うん、ほら一緒だ、一緒一緒。やっぱり世代によってその丈のだんだん短くなっていくんですかね。だんだん今流行りはこちらですから。そうなんですよね。短いんですよね、林さんが履くと。僕もだからね、今日ね頑張ったんですよ、あのソックスを。あ、本当だよ。足首が見えてる。そう、足首が見えるようなソックスを履いてきました。林さん頑張りましたね。今日ね、下のね、東京の人が来るっていうから、ちょっとこう気合い入れなきゃなと思って。靴下ローファーで足元涼しいし、ね、なんか夏らしいですね。靴下忘れちゃったの。いや、そんなことないよ。おしゃれな靴下忘れられたって言われちゃったの。おしゃれな着こなしですね。もう頑張ってますんでね、お父さんも。今日は一緒にね、YouTube 盛り上げていきましょうね。はい、ありがとうございます。なんかスタッフが笑い転げてますけど、大丈夫でしょうか。ちゃんと音声取れてるから、大丈夫か心配です。はい、奥谷さん、じゃあ、このリスタイル東京 by 伊勢丹三越っていう YouTube のアカウントがありますけども、はい、これはどんなような YouTube なんですか？はい、そうですね。僕たちのショップ、リスタイル東京というショップが、大体20代から30代前半のターゲットとしているショップでございまして、ほう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 、まあその世代のやっぱ好感度の方々って今、まあインスタグラムもそうですけど、YouTube とかでも美容とかファッションの情報をやっぱりもう取り入れてる時代だと思っていて、まあ、先ほど紹介の時にインスタもやらせていただいてるってちょっとお話しさせていただいたんですけど、はいはいはい、インスタではちょっと商品を軸としてリスタイル東京というショップの世界観の発信を中心に行っているんですけれども、 YouTube ではちょっとスタイル販売員にちょっとフォーカスしまして、もうちょっとなんかこう販売員に親しみを持っていただけるようなコンテンツを流していければいいなという感じで運営しております。考えてますね、いろいろ。行き当たりばったりかと思ったけど、そんなそんなそんな。あ、そうなんですか。ってことは、販売員にこうスポットを当てるってことは、その販売員さんが何かこう面白いことやったりとか、そう、なんかそういうことですか。
今面白いことやらないでしょ、面白いことというかちょっとこうなんか身近に感じていただけるような、身近に感じていただけるね、あの林とか矢部さんがやるようなこうなんかお笑いを取ろうとするのが十分じゃないよね。そうですね、私はやってないですよ。やってないですか。矢部さんもう仲間ですよ。もうこんなに笑い声が溢れている YouTube では確かにないですけども、これ一応伊勢丹公式なんですけどね。笑い声ばっかり言ってますけど。そうですね、はい、もうちょっとなんでしょうね、こうなんかこう実際にスタイリスト販売員が買ったものであったりとか、まあ、バッグの中身であったりとか、なんかちょっとインスタライブの裏側を見せたりであったとか、もうちょっとショップであったり販売員の一人一人をこう身近に感じていただけるような、なるほどね、企画で販売員さんのなんか買ったものとか気になりますね。そう、プロの販売員のプロの方がどんなものを買うんだろうって、あ、絶対それおすすめなものですもんね。そうですよ ね、ちょっと私ね、矢部さんのバッグの中から気になるんですけど、何が出てくるのかなと。確かにこの YouTube でも紹介していただきたいですね。ねえ、今度やりましょうか。すごい荷物なんです、いつも。ま、大きいんですよね、バッグ。バッグいつも大きいの持ちなんですよ。今度の企画でちょっとやっていただいたらもう。今度さ、リスタの東京 の、 あの人と矢部さんと2人出てもらって。私リスタの東京の方じゃないから。バッグの中身こう出し合って、一緒にやってみるってどうですか。ちょっと検討させていただきます。もしよければ私、司会でやります。ちょっと検討させていただきます。そういう検討っていうのはね、実際はないってことなんですよ。そうそう、あ、もう大人だな、断り方が。いやいやいや、ありがとうございます。さすがだな、奥屋さんね。いやいやいや、はい、じゃあそういう何ですか、おすすめ動画の一つとしては、その販売員さんたちのバッグの中身とか、そういうってこと。そうですね、うん、今ちょっと申し上げたんですけども、はい、まあ、スタッフが実際に買ったもの、今期買ったものっていう形で紹介しておりまして、はい、現在その実際に買ったものっていう動画が、販売員のサラシナと庄司という販売員で2つの動画今上げておりまして、はい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 、まあ、やっぱりちょっと矢部さんもおっしゃっていただいたんですけども、まあ、本当にリアルに買ったものなので、よりその販売員さんの、まあ、なんて言うんでしょう、センスとかが知れるといいますか、実際に知っていただいて、よりこう距離感を、まあ、身近な存在って思っていただいて、まあ、その販売に興味を持っていただければいいなと思っております。それ本当にその人が持ってるものなんですか。本当です。なんか、ね、なんか裏で奥屋さんがこれだとかっこ悪いからこっちに変えてくださいとか、いやこのブランドはちょっと伊勢丹に入ってないから、ちょっとこのブランドやめてこっちに入れてくださいとか、そういう裏で画策してません。でも、うん、伊勢丹で買ったもの以外も紹介させていただいてるの。やっちゃうんだ。そうなんですよ。あら、もちろん伊勢丹とか自分たちのショップで買ったものも紹介してるんですけども、全然自分たちで買ったもの、自分たちのお店じゃないものも紹介してるんで、本当に実際に買ったもの、気になります。気になりますね。紹介させていただいております。でも今までのね、我々、まあ、一応昔の名前で言うと伊勢丹の宣伝部なんですよ、我々実は。はいはいはい、その伊勢丹の宣伝部から言わせると、他のお店で買ったものを見せるっていうのはありえないですね。ちょっと考えたりしますけど、ね、でもリアルな、ね、販売さんの、ね、素顔っていうか。そうですね、なるほどね。なんかその方がリアリティがあるんだ、やっぱり。そうなんですね、やっぱりこう、もちろん商品の紹介も YouTube でするに越したことはないんですけども、うん、まあ、一番に重きを置いてるのは、まあ、その販売員を知ってもらうことなので、うん、まあ、ちょっと遺産じゃないものをちょっと、まあ、紹介させていただいてるっていう形です、うん、先ほどのお二人はお店に行けば会えるんですもんね。そうです ね、店頭に立っております。そうなんですね。安心するじゃないですか、はい、あの時あんなことをおっしゃってたとか、おしゃれなあの人に、あ、それで会いに来ておすすめされたらちょっと買っちゃいそうですね。なるほど確かに、あ、結構自分の買い方と似てるなとか、自分のこの服のなんかこう、うんうん、思考と似てるなっていうのも、多分それを見ていただければ分かる、当てはめられると思うの で、 いいです、ね、ちょっと参考に見ていただきたいなと思ってます、ね、なるほど。いや、でも僕どうしても矢部さんと の、 その共演をしてほしいな。その販売員さんと。いやいや、私あの顔出し NG、顔出し NG なんで、顔出し NG なんです。それだとちょっと厳しいかもしれない。何ですか、こう顔だけこう動かしてこう。ちょっと編集が大変になってしまいました。ちなみに今まで何本ぐらい奥屋さんは作ったんですか。そうです、僕4月から YouTube を担当しておりまして、はい、今、うん、リスタイル東京の全ての動画だと今19本上がっておりまして、はいはいはい、まあ、僕の担当になってからは今3本上げているっていう、だいたい月に2本ぐらいのペースで上げていっております。これからもこの紹介させていただいた
まあ、実際に買ったものであったり、ちょっと触れていただいた、まあ、バッグの中身みたいなものも、これから他の販売員のものも投稿していきたいと思っているので、ぜひチェックしていただければと。楽しみですね。で皆さんにも見ていただけ、ラジオお聞きの皆さんにも分かりやすいように概要欄貼っといてください、はい、あーかしこまりましたありがとうございます。2つですね、バッグの中身とリアルバイでしたっけ。そうですね、その2つが、この2つは奥谷さんの推しなんですね。推しです。分かりました。じゃあもうそれはしっかり概要欄に貼っときますのでありがとうございます、はい。リスナーの皆様もちらっと見ていただいてね、伊勢丹の販売員がどんなものを持ってるのか、はい、プライベートはどんなような買い物をしてるのか、こんなのをねちょっと覗いていただくと、はい、お買い物のまた別の意味での楽しさがね、そうですね、できるかもしれないですね。まああとはそれももちろんなんですけど、まあこの販売員だったら自分のちょっと趣味を分かってもらえるんじゃないかなっていう気づきにもなると思うので、そういった観点でも見ていただければと思います。先ほどのさらしなさんたちは、どこの何階に行ったら会えるんですか。あリスタイル東京の場所を教えてください。リスタイル東京を失礼いたしました。こちら新宿伊勢丹の2階でございます、はい、2階にあるショップなので、そこにいらっしゃっていただければ、まあさらしなとか正直タイミングシフトが合えば立っていますね。もちろん他の販売員も素敵な販売員がたくさんいるので、ぜひ岡谷さんにも会えるんですかそうですね、僕も SNS 担当しているんですけど、全然店頭に立つ時もあるので、はい、まあ、僕目当てであんまり来られる方はいないんですけど正直いや、わかんないですよ、まあまあ、ズボンの丈が短くておしゃれな人がいるって来るパンツですって。パンツ確かに、ちょっとパンツの丈の話をしたい方は、じゃあぜひ僕にぜひ来てください。お声掛けしていただければ、あの時のパンツの彼でって言われるかもしれない。ちょっとおしゃれな丈を説明させていただきますね、はい、2階のどの辺だかちょっと迷子になりそうだから、ちょっと教えてもらって。あ、そうね、広いですよね。そうなんです、失礼いたしました、化粧品売り場がありまして、うんうん、2階の化粧品のことですね。そうですね、はい、エスカレーターを挟んでディオールさんとクリスチャン・ルブタンさんの化粧品コーナーがまたあるんですけど、その向かいにあるショップがリスタイル東京なので、うんうん、まあ、そちらにいらしていただければ、はい、僕たちがちょっとそこで接客させていただくっていう形になります。フロアマップにも確か出てましたっけね。はい、出ております、はい、ありがとうございます。はい、じゃあぜひですね、せっかくこう奥谷さん今日来ていただきましたんで、はい、伊勢丹にお越しの際はちょっと2階のね、リスタイル東京の方を覗いていただければと思います。ありがとうございます、はい、ということで、もうあっという間に楽しいお話はもう10分あっという間に過ぎてしまいましたけども、あっという間です、今日もですね、はい、3回目の YouTube の伊勢丹の仲間たちを紹介させていただきました。はい、まあ、今回ね、伊勢丹 YouTube メンバーというのは今日で一応1回のシリーズとしては終わってしまうんですけども、この後またいろんな企画をやっていきますので、奥谷さんもぜひね、また、また、はい、ズボンも長いやつ履いて、遊びに来ていただきます。かしこまりました。また違う丈で臨みます。はいはい、次、ズボンの丈を、長いのを聞きたい方は、チャンネル登録をぜひ忘れないようにお願いをいたします。はい、ということで、本日はこれにて失礼をいたします。それでは皆様、さようなら。